マンチ券行こう。おい、これじゃあリスト入りました、はい、ラーメンを食べることは日常ではありませんでしたから、そういう意味ではもう今はいいですね、はい、小麦油解放生活ということで、軽量問題ですか急に、うん、まあそうね、軽量問題これ言うとまたね、なんか角立つ感じしますよね。だってそれぞれの見解がありますから、まあ選手目線とお客さん目線また違うとは思ってますけどね、その認識の違いっていうんですかね、まあシビアな問題だなと思います。特に最近はね、軽量失敗っていうのは結構ニュースとかでもね上がりますからね。軽量っていうのは成功するしないみたいなのって、はい、これなんかドキドキハラハラするものなんですか、そもそも。まあ最近はとにかくその失敗することがニュースとして取り上げられることが多くなってしまったんで、試合成立するしないみたいな感じになってますけど、まあそもそも軽量パスの当たり前の話なんで、まあそういう、ね、ニュースに上がるのもおかしい話ではあるんですけど、ちょっと最近多いから、その世の中の目がちょっとあの見方が変わってきてるのかな。でもなんか一昔前はあんまりそういう軽量オーバーとかもなかった気がしますけどね、一昔前っていうか、聞かなかったっけ。最近やっぱボクシングとかでもやっぱそういう話題になってしまうので、なんかどうなんかなと思いますけど、やっぱり水抜きに頼るっていうのが良くないのかな。まあなんかキャリア重ねてくると本当体重の落とし方とか調整方法っていうのもこう容量良くなってくるんで、最後水抜きで帳尻合わせるって結構合うんですけど、やっぱりいいコンディションをっていうのを考えた時には、水抜きに頼るというよりは普段の体重ちょっとこう抑えて減量幅をこう少なくする、水抜き幅少なくするっていうのがすごく大事なような気がしますけどね。斉藤さん的には普段から体重を節制して、はい、ちょっとストレスかかるじゃないですか、節制してる分ストレスがかかる、はい、で最後にちょっと水抜きをするのか調節するっていうのと、普段はストレスなし、うん、こう解放したある程度こう増減が激しい、うん、けどストレスはない状況で最後にグーって水抜きをして仕上げる、こうどっちが正しいはないけどもどっちがいいかなって思ってます。これね、本当体質が人によって全く違うので、まあその個人に合ったやり方を探すのが一番いいんでしょうけど、水抜きに頼らない方がいいと思いますね。まあ、水抜きの量を少なくするっていう方法に持ってった方が、極力ね少なくする方に持ってった方が俺はあのコンディションも良くなるような気がしますね。で普段節制してストレス溜まるんだけど、そこは選手として必要なことなのかなと。なんかそれを怠ると逆にやっぱり後半苦しくなるので、1キロ2キロ落ちねえとかっていう風にはなってしまいますよね。だから水抜き入るまでにもうある程度あの落としとかないといけないかな。だから普段から節制しなきゃいけないですね。軽量でやったぜっていうのは若干納得できないって話だ。いやいや、いいと思いますよ、それはいいと思うんですけど、軽量水抜きでもう本当にいっぱいいっぱいになってしまうというのは、やっぱり試合があの一番大事なので、そこにあの 100% エネルギーを使えるような 100% のコンディションで持っていけるようなあの調整をしないといけないから、減量で燃え尽きるとかっていう人も中にはいますからね。いる、はい、いると思いますよ。水抜きがとにかく辛くて、もう体重落としたことでもうとりあえず OK みたいな感じで次の日にこう全力出せないっていうの話もまあ聞いたりはしますからね。だいぶそれ本末転倒の話、うん、まあでもそのぐらいやっぱりギリギリのところを攻めてるのかなとも思いますよね。実際水抜き幅を大きくすれば体の負担はありますけど、この体重の戻りは結構あの戻るので、まあ、そういう意味では相手にとってはこう少し自分の方が有利で挑みたいっていう気持ちは分かりますけど、まあ、それでベストコンディション作れなかったらね、元も子もない話なので、シビアだよな。なんでこう最近こんな多いっていうか軽量ミスみたいな多いじゃないですか、はい、あれって何なんですかね。やっぱりその減量というものに対して、でもねやっぱりコンディションもあるんですよね、その時のその時の。例えばその怪我してちゃんとこう練習できないまま体重が残ってしまうケースももちろん
あると思うし、毎回が毎回絶好調で毎回が毎回予定通りに体重落ちてるわけではないと思うので、試合感覚もあったりするから、そこはやっぱりこうコンディショニングって話なのかな、その水抜きとか減量っていうよりは。水抜き失敗したんだったら、やっぱり階級考えないといけないですよね。本当に一回でも失敗したっていうことは、まあ、階級上げるとか、本当通常体重これ以上増やさないとかっていう風にしないと、2回3回繰り返しますからね。斉藤さん自身は計量ミスはないと思うんですけども、はい、この減量時期で失敗っていうのがあるんですけども、あ、これはしんどかったなとか、まあ、大きい失敗はないですけど、でもやっぱり体重の落ちが悪いなとかっていうのはありますけどね。その毎回が毎回一緒じゃないですからね。冬になったらしんどいんですか？冬になったらやっぱ汗出なくなるんだけど、夏は夏でしんどいんですよね。あ、その暑くて体力が奪われて長い長時間練習できないとか、うん、運動できないとか。逆に冬だとその夏と比べて汗が出ない分、長い期間でこう調整しようとするじゃないですか。そっちの方がコンディション良い時ありますね。うん、時間かけた方がいいと思います。なるほど、はい、知らない人っていうか素人の方は減量って大変なの知ってるじゃないですか。はい、軽量でクリアするしないも、うん、ものすごく大変なのはなんとなく想像できるから、うん、大ピラにこうなんか否定もできない、うん、けどなんかこうやっぱプロの方からしたら納得できないこともあるんだろうなとか見てて思います。まあね、なんかそうね、あんまりこう軽量オーバーをね擁護するっていうのはどうなんかな。擁護し続けるとこの先も多分オーバーする人は増え続けると思うので、まあ、なんか規定とかなんか作った方がいいのかなとか思いますけどね。ルールというか、ルールとしてこういう取り決めでやりましょうよみたいな風にしないと、まあなくならないのかなとか思ったりはします。大木久保さんがなんかそれにまつわる動画を出してましたね。そのナトリウムとカリウムのこのあれについて説明してる動画ありましたけど、そういうのをやっぱ知識をとしてしっかり持った上で自分に合ったやり方、その例えばじゃあ1週間前までに何キロにしなきゃいけないとか、じゃあ水抜きの量を少なくするためにもうちょっとここまで落としておこうかなとか、そういう調整とかも、まあ、必要だとは思いますね。絶対必要だと思いますね。面白かったですよ、ナトリウムとカリウムの話。結構科学的なんですね。科学的、ただ縄跳びを飛ぶとか、はい、ただこう汗をかくっていうだけじゃないんですね。そうですね、ちゃんと知識を持ってやる、まあ、自分できなかったらやっぱりつけなきゃダメですね、そういう人を。アドバイザーというか、そういうトレーナーっていうんですか、栄養アドバイザーみたいな方をつけないとダメですね。普段の食事も見直さないといけないし、体重、まあそれができた上で格闘技の練習がありますから、そういったこう日々のコンディションだったり、あと毎日体重測るでもいいしね。そういうありましたけど、これはまあ斉藤さんに聞くあれじゃないかもしれないけども、はい、あの金太郎選手がぎっくり腰で試合出れなくなったっていう理由の奥の話は、はい、やっぱりその数日前にぎっくり腰になったら、うん、そこからの最後の体重落としができないから、うん、試合として継続が難しいっていうのが、うん、あ、そうなんだって、あのそうだなって納得できる理由だったんですけど、うん、怪我はしょうがないじゃないですか。もうしょうがない、どうしようもないことがあるじゃないですか。そこから計量まで間に合わせる体重調整があるんだ、大きい壁だなってなんかすごい感じました、その時に。まずその試合直前ってことはやっぱり体も弱っていることも前提だと思うので、まあ確かに、でもぎっくりやったらもう試合できないですからね、もうねまあ痛み止めってやるみたいなことあるけど、やっぱ体重を考えるとそうね。特にそのあと4キロとか5キロ落とさなきゃいけないだったらちょっと厳しいですよね。かといって早めに落としすぎてもっていうのもその人によってはあると思うので、難しい問題ですこれは。まあ軽量パスするのは当たり前なんですけど、プロの選手は当たり前なんですけどね。まあ人によってはね、もう1回でも軽量パスできなかったら選手辞めるぐらいに持ってる人もいるので、真剣になって取り組むことなのかなと。まあ今に始まった話じゃないですけどね、うん、少し前ぐらいからこの軽量問題ってまあ思ってはいましたけど、こういうこと言うとね、また角が立つからね、あいつまたなんか言ってるみたいな。まあ別に選手がね言う分にはいいのかなっていうふうに思いますけど、やっぱり良くなってほしいじゃないですか、こう全体的に。だしもっとやっぱ試合見てほしいと思うので、いろんな人の試合をね
本来なんかこういうことでニュースとかになるべきではないと思うから計量失敗しましたみたいな、でそれでなんかそれに対してみんながこうやって SNS とかで言うみたいなのって、まあ、ちょっと正しい形ではないから、本来ない話だからそういうのって、なんかその計量失敗のニュースで騒ぐんじゃなくて、もっとこの試合に対して の, その内容とか結果でねこう騒がれるべきだと思うので、なんかどうなんだろうと思ってましたねずっと。僕ずるいんで、はい、なんかこうできるだけ軽く、はい、下階級で頑張って減量して、うん、少し具合悪くてもなんかパワーが発揮できる階級で戦いたいなとは思っちゃうんですけど、はい、やっぱそれで試合成立しなかったら一番みっともないですね、うん、そうですね、まあ、だから勝つ試合で勝つことを考えたときに、その日々のコンディションをしっかりやった方がいいのか、階級を上げた方が自分の力発揮できるのかっていうのをちゃんとこう見極める必要があるのかなと、はい、これはどうですか、その斉藤さんは僕が見てる感じですよ、はい、結構その適正階級っていうか職もそんなにこう過度にないじゃないですか、斉藤さん、はい、なんか向いてる人なのかなと思ってます。結構我慢してる、まあ若い時と比べたらやっぱコンディション変わってきてるよな、増えたりするんですよ、なんかねやっぱ減量試合のたびにやっぱきつくなってる感じしますもん、なんか、うん、昔もうちょっと楽に落ちてたと感じたこともありますから、そういう意味ではやっぱりその何回も何回もその減量重ねることによってのダメージっていうか、それもあるんだろうな、やっぱ水抜きってすごい良くないんで、本当になんか命削るっていうか良くないことなので、そういうのもあるのかな、うん、結構気力が充実してれば無理な1キロ落ちたりもするんですよ、うん、若いと特にね代謝もいいし、だそういうのもだんだんできなくなってくる年とかそういうのもあるから、こうまあうちうちの話ですけどね、そういうのって結構僕は大きい勘違いをしてたかもしれないですね、言わなくても、ね、苦労してる人いっぱいいるというかね、まあそうですね、大久保さんもホテル泊まり込んでやってるって本人も言ったじゃないですか、はい、公言されてるみたいな、はい、やっぱ それぞれにやり方があってありますね、こう大変なところをいかにこう、うん、カバーするかみたいなのはそれぞれにやってるんですもんね、それぞれにやってますね、うん、やっぱそこに時間とお金使うべきだなというふうに思います、はい、これ見てる人ほとんどがその格闘技を好きな見てる人たちだから、うん、本当に響くのかな、そうだろうね、まあ、ラーメンの回使ったらいいかもな、選手用かも、あんまりあれですよね、どうなんだろうな、本来はね、だってこれ明言できないですもんね、ダメだぞっていう話じゃないじゃないですか、ちゃんとしないよっていう話じゃないですか、まあそうね、計量パスすれば何の問題もないし、本来パスするのは当たり前で、で試合ちゃんと見てもらうっていうちゃんとした流れがあるんだけど、まあなかなかそうはならない、あんま角立つこと言うとねあれだからな、要は減量経験とかもあんまりない人、まあまあプロに上がってしまったりとかっていうのもあるから、それは減量うまくいかないよねみたいなのは思いますよ。小さい時からレスリングとか柔道とかちゃんとこう減量をずっとやってきた人だったらある程度ノウハウがあるから、自分の中でその多少幅が広がっても自分なりのそういうコントロールできると思うんですけど、やっぱそういうのって経験とかすごく大事なんで、だそういう経験がないままプロに上がってしまった選手とかはすごく逆にかわいそうだなと思うかな。そうですよね、だってみんなの前でそれを言われてしまうんですか、うん、はい、まあ、もちろんアマチュアで失敗するのも良くないですけど、でもそういう経験があるからこうどんどん改善して成長していけるものだと思うので、なんでもそうですけどね、こうやっぱ段階踏んでいかないとなかなかうまくいかないのかなとも思いますけどね、うん。